水野松下優希です。リオ五輪の自己評価は？リオ五輪は決勝進出というのを目標に頑張ってきたんですけれども、予選敗退という結果に終わってしまって、結果としては全然ダメでした。ですがリオ五輪の舞台を経験できたということは大きな財産になるかなと思っています。全日本実業団は杉町真帆選手も含めリオ五輪同士の対決になりますが、どんな目標意気込みで臨みますか？杉町選手、野沢選手をはじめ、他にもたくさん力のある選手がいますので、誰にも負けたくないという気持ちで、またその中で48秒台の争いができたらいいなと思っています。他種目も含めて同学年の選手は多数活躍していますが、リオ五輪では誰のどんな活躍が刺激になりましたか？やはり飯塚選手のリレーでの銀メダル、また野沢選手の準決勝で戦う姿というのを見て、同じチームの同じ学年としてチームメイトとして負けてられないなという気持ちが強くあったので、負けないように頑張っていきたいなと思っています。大学4年時までは十種競技が専門でしたが、混成競技をやっていたことが 400m ハードルにどういう形でプラスになっていますか？踏み切る技術であったり、距離感というのが非常に生きていると思っていて、ハードルを飛んだ時に次のハードルに対して、どのぐらいの距離感があるのか、このぐらいの力でいったら、ハードルが詰まるであったり遠くなるっていう感覚がすぐに分かるようになったので、その辺は生きているんじゃないかなと思っています。来年のロンドン世界陸上の目標を教えてください。ロンドン世界陸上では、決勝進出というのはずっと目標に掲げてきたんですけれども、さらにその上のメダル獲得というのを目指して、頑張っていきたいなと思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。